できたプロジェクトだったんですが、はい、いざ城崎に来てリサーチを始めたら、この城崎の温泉の由来が夢と深い関わりを持っていたということが判明したわけですね。温泉寺のねご住職からそのお話を伺って、そうなんですよね。そんなまあ夢との関わりのある土地に、まあ僕らもいるから、引き続きまあ夢のリサーチというのをやっているわけなんですが、これからまあ今下っていって、我々は豊岡の方に向かっていくところでございます。では一つ目のコーナーに行きたいと思います。お願いします。はい、リスナーの大事なコーナー。はい、ところ変われば夢変わる、リスナーの見た夢コーナーのお時間がやってまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい嬉しいですね、こういった反応があると。本日はなんとこの土地に暮らす方々から夢のお便りが届いておりますので、こちらを紹介していきたいと思います。はい、嬉しいですね。嬉しいです。はい、ボイスメッセージを使って夢を投稿してくださった方々がいらっしゃるので、そちらを特集したいと思っております。ね、ボイスメッセージすごいですよね。はい、京丹後市の男性です。はい、2021年4月10日5時3分自宅で見た夢です。どうぞ。海の監視員をしている小学生ぐらいの子供が急いで僕のところにやってきた。耳が聞こえない友達がどんどん沖に流されているんだ。その場所に急いで行くと、遥か沖に子供が浮いていた。みんな大声で呼びかけているが反応がない。僕は必死になって
泳いで、泳いで、泳いで、泳いだ。やっとの思いでたどり着き、浮いてる子を抱えた。少年はハッと驚き、僕を見た後、周りを見てさらに驚いた。必死に声にならない声で喋ってくれた。どうやら気持ちよく波に揺られていたら眠ってしまったようだ。僕はなんだかほっとして泣いた。少年はそれを見て笑った。その笑い声でより拍子が抜けて大泣きに変わった。よし、岸に戻ろう。みんなが心配している。あと僕が泣いていたことはみんなには内緒だよ、と僕は少年に言うと、唇を読んで理解したかのように大きくうなずいた。と夢の話はここまで。寝起きでこの文章を携帯に打ち終わった時に、隣で寝ている5歳の娘が寝言でふふふと笑いました。素敵です。ああ、確かにね、米田さん、いや、すごい素敵な夢でした。なんかちょっと児童文学っぽい感じがしましたね。そうね、複雑な気にね。いや、本当感動しました。はい、米田さん、素敵な夢ありがとうございます。ありがとうございます。はい、以上、リスナーの見た夢コーナーでございました。続いてのメッセージ、こちらはなんと珍しいおすすめの夢スポットの紹介が来ています。はい、どうもこんばんは、夢の銀です。豊岡市内にある大海文庫という場所はご存知でしょうか。一風変わった図書館といいますか、面白い場所なんですが、こちらになんと夢の本棚があるんです。ここをぜひチェックしていただきたいとお電話させていただきました。それでは失礼します。じゃあこの先なので、ちょっと大海文庫、せっかくだから寄ってみましょうか。はい、ちょっと急展開になっちゃいましたけど、はい、大丈夫ですか清水さん、はい、寄っちゃっても、はい、皆さんもちょっと寄っちゃってもいいですか。大海文庫、いいですか。嫌ですって言われても寄りますよ。じゃあ大海文庫にね、これから向かっていきたいと思います。ジョナサン・ボロフスキーの夢日記、おちょっと見てみますか。はい、あ、これはあれですね、本当に夢日記ですね。おしかも面白い絵も描いてあります。メモだけじゃなくていいですね、よかったら。ぜひ、ありがとうございます。ありがとうございます。また遊びに行きます。はい、清水さんが電話してみようかっていうから、初めての逆転してみました。ねえ、今、大丈夫でした電話。あ、ということは、はい、豊岡に。そうなんです、今豊岡です。あの、豊岡オムニバスというですね、うん、全端バスさんとのコラボレーションイベントです。今、公開収録をバスの中で行っているんです。はい、うわー、奇遇ですね。あの、私も、はい、あの、昨日からちょっと豊岡の方に来てまして。あ、そうですか。あ、ということは、この流れは、あの、僕も持っても大丈夫という流れでしょうか。乗るのはできないかもしれないですけど、でもし、道路沿いでね、うまく会えたら手でも振ってね、あげたらいいかもしれないですけど、はいはい、こちらも振りますんで、はい、一応みんなに紹介しておきますと、はい、提灯抱えてます。提灯を抱えてる、はい、提灯来ました。本当に提灯持ってるんですか。本当に提
ちんも来る？いるって言ってる。ちょうちん持ってる人がいる。ちょっとじゃあ止めていただいてもいいですか、こちらのバス停。ちょっとでも危険人物かもしれないんで、ドアは閉めておいてください。ドアは閉めておいてください。うわあげてもらってよろしいですか。いや皆様はじめましてでございます。あなたが夢の銀さんですか。いかにも私夢の銀でございます。どうもよろしくお願いします。なんか自然と拍手が出てる。すごい本格的だ。改めまして、地域寝かせ協力隊の夢の銀でございます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。いやね、せっかくこんな、雰囲気ですからね、城崎温泉とそして夢に関する、一夢でお付き合いいただければなと思います。夢は直ってよかった。こうして湧き出た温泉が城崎温泉となりました。霊言新たかな戦士によって山の人々もたちまち解放へ向かったりとか。以上、城崎温泉に関する演技でございました。最後までご清聴いただきまして誠にありがとうございました。わーすごい。今夜もお聴きくださりありがとうございました。それでは皆さん良い夢を。せーの、おやすみなさーい。